皆様こんにちは。改めてご挨拶を申し上げます。私の発表のテーマは、ここに書いてある通り、ちょっと小さいのでごめんなさい。ここに書いてある通り、先生になって学生にこのことを教えたいです。はい、どうぞよろしくお願いします。日本に来ていろんなことが分かりました。この約3週間の研修からの感想は、この約3週間の研修からの感想は多分 1日休まずに喋、り続けても、言い切れないかもしれません。でも時間はこの世の中で一番大切なものなので、無駄にしてはいけません。ではこれから皆様に、5分間の時間をお借りして、私の心から一番言いたいことを、聞いていただきたいと思います。そして、もっと簡単に分かってもらうために、以下の3つの言葉を、用いて発表させていただきます。はい、1つは探す。そうですね、この3週間私は、ずっと探し続けていました。何かを探していたかというと、今まで教科書の中で勉強した日本とリアルな日本との違うところ、そして中国と日本の違うところ、そして何よりも自分を探し続けていました。言い換えれば、今もうそろそろ4年生になる私がこれからどうするか、自分が一体本当に心から何をしたいのかということを考えていました。幸いなことに答えが出ました。私は先生になりたい。いや、なります。なぜなら、私は日本で中国と日本の差を実感しました。それに日本がどのようにして今の立派な国になったのかということをちょっと分かったような気がいたします。ですから先生になって、中国に帰ってもっと多くの人に私の見つけたことを知ってほしいと思います。ではこの私の見つけたことは一体何でしょうか。この以下のもう2つの言葉を一緒に見てもらいたいです。1つは転職、1つは工夫、それは日本が今のような立派な国になった原因だと私は思います。転職とは文字通り、天から授けられた仕事です。自分の仕事を転職だと思うのがなかなか難しいですね。でも日本にはこのような人が大勢います。彼らの名前は職人です。私の手元に持っているこのハガキをちょっと見ていただきたいです。これは、この前小田原城に見学するとき、あるおじいさんからいただいた大事なものなのです。このおじいさんは戦国大名の家紋や、いろいろな意味が含まれている、門を作っていました。おじいさんの話によ よると、おじいさんはもう50年も続いてこの仕事をやっていました。あの日そのおじいさんの、門を作っている時の真剣な顔は私は一生忘れません。そのおじいさんだけではなく、この3週間日本で見た寿司屋さんや、JAL の、整備工場のスタッフや、そして、ラーメン屋さんの店員さんはみんなこういう真剣な顔を見せてくれました。それと一緒に彼らの、自分の仕事に対する誇りと、心の静かさを感じました。これはまさに日本の職人精神だと思います。職人精神というのは私の考えではやはり、どんなに他の人から見るとどんなに、小さくて平凡な仕事でも自分がやりたいから一生懸命
一生懸命やって誇りを持ってやり続ける、これは職人精神だと思います。幸いなことに今の私も自分の転職を見つけました。次はその工夫です。多分私は言わなくても皆さんもよく感じていると思います。日本人は本当にいろんなところで工夫しています。この前見学した水再生センターも、そして清掃工場にも、私はいつもこんな言葉を繰り返していました。おわ、そこまでできるんだという言葉です。そうですね、日本人は本当にいろんなところで考えて、よく考えて、さらに上を目指す、さらに人にいい、環境に優しいということをずっと考えています。それは今の日本である原因だと思います。そして、この2つ先の2つの転職と工夫は今の中国に欠かせないものだと思います。だから私の夢はこういう2つのことなのです。先生になって、私の一人の力だけではなく、他の中国の人々の力を借りて、こういう社会を作りたいと思います。一つはこういうかくれんぼの研究が許される社会。それはなぜかというと、中国の伝統的な考えは、その出世とは何かということは、中国人の考えでは、高い地位、そしてお金が多いのは立派な習性だと、ほとんどの中国人がこう考えています。 でもやっぱりもっといい国、になりたいなら、もっとこの成功に対する価値観が多様化しなければならないと思います。だから、このかくれんぼの研究の話はこの前授業の中で先生から聞いた話なんですけど、今の早稲田大学でこういうかくれんぼの研究をしている学生があると聞いて、すごくびっくりしました。でもとても感動しました。もし中国にもこういう研究をしている人がよる、もう成功だと他の人がこう思っているなら、中国はもっと立派な国にならないんじゃないですかと思います。そして2つ目の私の夢は、もっともっともっといい社会を作りたいと思います。中国人は、私の考えではやっぱり生まれつきのちょっと大雑把な性格で、いろんな小さなところまで考えるのはちょっと、面倒くさいな、多分、ほとんどの中国人がそう考えています。だから、日本人、さっき紹介した日本人のように、もっともっと、もっと考えて工夫して、こういう、さらに、レベルアップして、いい国を作りたいと思います。では最後に私の最後の感想なのです。私は自分が中国人であることに誇りを持っています。だからこそ自分の国をもっといい国に作りたいと思います。これは多分この発表が本当に正式な研究発表にならなくてちょっと申し訳ないんですが、これはこの21歳の私の覚悟と誓いです。ありがとうございました。